シャールクカーンの DDLJ ラブゲット大作戦、花嫁は僕の胸に、は、シャールクカーン主演のインド映画。タイトルの頭文字を取った略称、DDLJ で知られる。1995年10月に公開されるや、たちまち大ヒット。1990年代、第2位の興行収益を弾き出した。ムンバイの映画館、マラータ・マンディア・チネマでは2015年2月19日に、 上映終了するまで、19週に及ぶインド、映画史上に残るロングランとなった。シャールク・カーンとヒロインのカジョールは、本作の成功により期待の黄金コンビとなった。1998年に再共演した、クッチクッチホタハイは、国内外で大ヒットし、本作と同様、フィルムフェアアワーズなどインドの主要な映画賞各部門を独占した。 監督のアディティア・チョープラーは、当時23歳。監督デビューの本作により、インド映画史上に大きな足跡を残すこととなったが、その後は制作者、脚本家としての活躍が目立ち、監督を務めたのは本作を含め、モーハベテイン、ラブ・エネ・バナディ、ジョディの3本のみである。ロンドンに暮らすシムランには結婚の日が迫っていた。相手は、父親の親友の息子。 顔も知らない相手だった。厳格で、インドの価値観を重んじる。父の決めたことには逆らえず、一族の故郷であるインドパンジャーブにとつぐことになったのである。シムランは父に、結婚前の最後のわがままとして1ヶ月間のヨーロッパ旅行に行かせてもらう。そこで出会ったラージは、口八丁に、手八丁、軽薄を絵に描いたような男。最初はあらゆることでいがみ合う二人だったが、 旅を続けるうちに、ラージが単なるお調子者ではないことに気づき始め、シムランは次第に思いを寄せるようになる。しかしシムランには父の決めた婚約者がいる。二人は互いに踏み込めない思いのままに旅を終えた。ロンドンに戻った、シムランはラージこそが長く心に思い描いていた理想の相手で、あることに改めて気づき、母親に打ち明ける。それを立ち聞きした父は激怒。 私の信頼を裏切ったのか、その場で翌日インドに戻ると決めてしまう。一家の引き払った無人の家を訪れたラージは、しばし呆然。しかし玄関先には、あの旅行の思い出の品が残されていた。そこに託されたシムランの思いを汲み取り、ラージは花嫁を取り戻しに、インドに旅立つ。ありがとうございます。